どうも、小木田小木大塚です。悪魔の実の正体を考えています。前回までの内容を簡単にまとめると、ある日、エニエスロビーにはなぜか、ノートルダム大聖堂、モロッコのイメージがある。ある日、タライ・カイリューは、なぜか、パリとユグドラシルの特徴を合わせ持つ。ある3、17年説明のない、エニエスロビーの大穴が怪しすぎる。そんな流れから、エニエスロビーの大穴の下に、悪魔の実のなる巨大樹が生えている、という仮説を立てました。今回の悪魔の実考察は、この仮説のもとに進めています。前回までの動画は、概要欄とか再生リストにまとめてますんで、よかったら見てみてください。この悪魔の実考察の果てに、オットバレー事件とかシャンクスの左腕に関する大きな考察をしますんで、気になる方はぜひチャンネル登録しておいてもらったらと思います。やる気満々グローブって何なんですか？シャボンディ諸島があのでっかい、そこにマングローブ使うありました。そこにマングローブを使ったのは、海水で育つ木はワンピース世界にもちゃんとあるよ、ということを読者に提示したかったんじゃないですかね。今回も固めの話なんですけど、こういうのも割と面白いっていう声もあるんで、まあ話してみます。いや、面白いんですよね。今回はみんな大好きな木の話です。海水を水分にしてエニエスロビーの大藁の下に生えると仮定した世界樹、実在するマングローブも海水で育つ数少ない植物です。エニエスロビーの大穴に下に生えると仮定した悪魔の実のなる木って毎回言うのちょっとめんどくさいんで、ここで一旦名前勝手に決めます。ワンピースのオリジナルの木に宝珠、アダム、幼珠、イブってあるじゃないですか。で、その普通に世界樹でもいいと思うんですけど、どっちも宝珠、幼珠ってオダン、ウ、どっちもオダン、ウ、ジュ、神話のキャラ名なんで、宝珠の宝と幼珠の幼以外の余ってるオダンってなると、王樹、皇樹、宗樹、当樹、能樹、猛樹、老樹で、教樹、少樹、長樹、尿樹、氷樹、妙樹、領樹で、それっぽいのは王樹、皇樹、宗樹、能樹、猛樹、老樹、長樹、尿樹、妙樹、イレギュラーで5樹。後半の神話のキャラ名にするとしたら、前回使ったユグドラシルのユグは、北欧神話の最高神のオーディンの別名でもある。悪魔の実のなる木の名前は王子ユグです。はい、これからエネスロビーの大穴の下に生えると仮定した悪魔の実のなる木を王子ユグってもう勝手に呼びます。なんかこの名前もいいんちゃうみたいなあったらコメントしてほしいです。で、話を戻して、マングローブの名前の由来は、海辺ら辺の塩水に育つ樹木の総称を表す言葉で、マンギマンギって言葉があって、それに小さい森を表すグローブを合わせた言葉らしいです。で、悪魔の実の繰り返すネーミング、ゴムゴムとか、ヤミヤミとか、もしかしたらここから来てるかもしれません。じゃあ、61巻、603話で巨人島に向かうんですけど、ちゃんとやる気満々グローブの海底の根っこにもフォーカスされています。まあ、とにかく海水でも巨大な木は育つ世界だよってことはわかりますよね。サムネにもあったと思うんですけど、今回マングローブだけじゃなくて、バオバブの木にも注目します。急にバオバブ？バオバブって何？って感じですよね。バオバブってこんな感じで、幹がめちゃくちゃ太くて、上の方にピンピンピンって枝がある異様な木です。で、土地によっては、その公園が世界遺産になってたりします。はい、バオバブの木で、サンテグジュペリの絵本、星の王子様で世界的に有名になったみたいなんですよ。で、キャベンディッシュの技で、ザン星屑王子って書いて、ザンテグジュペリって読ませてるんで、まあ、小田先生はもちろん星の王子様は知ってると。だからまあ、その中のバオバブももちろん頭にはあると。ほんで、そのバオバブの特徴が、めっちゃワンピースっぽいんですよ。バオバブの木、最大樹齢6000年にもなると言われる巨大な木。オハラの前地の木は樹齢5000年で、現実世界にもこんな長寿の木ってあるんですね。内部に最大12万リットルもの水を蓄えるとされています。その見た目と強さから信仰の対象にもなっていますし、長年生える木なので別名もいっぱいあります。ボトルツリー、ボアボア、モンキーブレッドの木、聖なる木、生命の、悪魔の木、精霊が宿る木、そしてアップダウンツリー、上下逆さまの木です。悪魔が引っこ抜いて逆さまに植え直したからこんな見た目になっていると言われています。葉っぱがなかなか生えなくて、ずっと枝のままで、ほんまに逆さまに来た根っこのような見た目。その上下逆さまみたいな様が怖いから悪魔の木とも言われているみたいです。前回、悪魔の実のなる木王樹ユグはこんな感じで、世界に逆さまに生えてるんじゃねえかって言いました。バオバブの木の異名は逆さまの木。ワンピースの世界の王樹ユグはほんまに逆さまになってる木だと考えます。で、特徴がなんかそれっぽいからってバオバブを急に使うのはちょっと変じゃないですか。
でも、ワンピースの中で一回だけバオバブが登場してるって知ってました。597話で、ルフィがレイリーに修行をつけてもらう最初に、ここだけ安全だって、おっさんが言ってたな、とか言って、大事にしてる帽子を取って、石の上に置きます。で、その石の奥に書かれたバオバブにそっくりの。このルスパイナ島のバオバブ風の木が悪魔に関連してるとかどうかじゃなくて、小田先生がバオバブの木を神聖なもの、何らかの力があるものだって捉えてるっていうことが、たった一コマの描写なんですけど、自分は十分意味のあるコマだと捉えています。バオバブの木の主な生息地は、オーストラリアの一部を除くと、アフリカの国々。とりわけ、マダガスカル島に多くて、セネガルは国の花がバオバブで、紋章にもバオバブが書かれています。この悪魔の実考察の1本目の最後で、モロッコも覚えておいてくださいって言ったんですけど、モロッコもセネガルもマダガスカル島もフランス領だったっていう共通の歴史があります。エニスロビーにモロッコの世界遺産オマージュを使ったのは、もしかしたらバオバブの木につなげるヒントだったかもしれません。それか、フランスとアフリカをつなぐ代表的な国として使ったかもしれません。ジャイアにあったミオリギ、ゾウのクジラの木、アミガサ村のシメナーが巻かれた大木。ワンピースでは木に対する信仰、木の偉大さは当たり前のように描かれています。今回までの内容をまとめると、悪魔の実のなる木そのものの世界観は、北欧神話の世界中ユグドラシル、海水に耐えうる木としてのマングローブが描かれていること、偉大で悪魔で逆さまの木でっていうバオバブ、どちらもワンピースに意味ありげに出てきていて、悪魔の実のなる木につながるという話でした。それではショー、はい、ゴロワースでこじつけるようなコーナー。このコーナーでは世間でまことしやかにささやかれている話数の語呂合わせ、もちろんあの方へのリスペクトも込めながらやっていきます。バオバブから808に808話に注目しています。もうこういうので2どこ行ったねってなると思うんですけど、1回808話行ってみます。この回では灌漑のジャックが登場。近年バオバブの木は危機的状況にあるらしいです。その原因は稲妻、浸水、干ばつ、象です。象っていうのは動物の象がバオバブの木を噛むみたいです。で、稲妻はミンク族のエレクトロで出してますけど、この象の水の浸水もあるし、灌漑のジャックもあるし、マンモスもあるし、そもそも象やしっていう、この全要素が出るとどうも偶然とは思えないですよね。しかもバオバブを有名にした星の王子様では、バオバブ編で強欲な羊が登場します。1053話から1ヶ月の休載の時に、小田さんアフリカに行きたいっておっしゃってたんで、バオバブを見たかったんですかね。それか、エジプトか、モロッコか、わからないけど。